い、どうぞ。ありがとう。ん？このシール何かしら。ここエアクリーンコーティングしてるんだ。このご時世だから嬉しい配慮ね。え、それって何？僕が説明します。エアクリーンコーティングは菌やウイルス、匂いの元や有害物質などを低減、抑制する働きがあるんだよ。たった一度の施工でこんなメリットがあるよ。どういう仕組みなの？エアクリーンコーティングは暗い場所でも菌やウイルス、匂いを低減、抑制する触媒技術。従来は光を受けて作用する光触媒が一般的だったけど、エアクリーンコーティングは光があってもなくてもその効果を十分に発揮する新世代の無光触媒コーティングなんだよ。一般的なアルコール清掃はすでについている菌を除菌しますが、アルコール成分がなくなれば菌がまた戻ってしまう一過性の効果です。でもエアクリーンコーティングならたった一度の施工で長期にわたって休まず原因物質を低減、抑制し続けるんだよ。菌やウイルスがコーティングに触れると抗菌、抗ウイルス効果を発揮するんだ。本当に？本当だよ。エアクリーンコーティングによる効果はしっかり実験、実証されています。これを見て。エンベロープウイルス不活性化効果試験、ノンエンベロープウイルス低減抑制効果試験、抗菌性評価テストの結果だよ。わあ、本当だ、すごいのね。さらにエアクリーンコーティングなら匂いや有害物質も低減、抑制します。もちろんこれもエビデンスがあります。エアクリーンコーティングは光がなくてもしっかりと効果を発揮するから、病院、電車やバス、幼稚園など様々な場所で採用されているよ。最近は一般家庭でもやっている家も多いわよ。うちもこれやってるの。抗菌や抗ウイルス、消臭効果だけじゃなく防音効果タイプもあるのね。エアクリーンコーティング剤は無色透明、踏む塗装するだけ。変色したり素材感が変わることもないわよ。人畜無害で住んでいてもできるんだって。そうなんだ、安心して施工できるのね。大人はいろいろ対策できるけど、赤ちゃんや小さな子供って難しいでしょ。だからうちはこれをお願いしたの。確かにね、うちもパパに早速相談してみるわ。うん。エアクリーンコーティングで毎日をもっときれいに、もっと過ごしやすく。お見積もり、お問い合わせはお気軽にご連絡ください。